どうもこんにちは、筋トレ好き整体師藤村です。本日はですね、ちょっと家のですね、お風呂ですね、お風呂のタイルがちょっと剥がれてきてしまってですね、もう朝の9時からずっとですね、今工事の方にねやっていただいてるんで、ちょっと今日整体行けないので、自宅のデスクから今撮らせていただいております。でですね、本日の内容こちらですね。はい、半年前からこう首が痛いですと。はい、昨日実はですね、男性の方で、まあ、40代の男性の方ですね。で、結構ね、立ち仕事で、まあ、移動やね、よくされるようなお仕事をされている方で、まあ、時々重いものを持ったりするような方だったんですが、まあ、その方がですね、もう半年前ぐらいから、首が痛くなってきてしまった、いましたと。で、こうね、じっとしてる時はそんなに痛くないんですけど、首をね、こう振り向いたりとか、ちょっとかしげるような動きをした時に首が痛いということで、トイにこらえました。で、まあ自分でね、こう軽く首のマッサージとかをすれば、痛みがまあ少し改善するような感じがあるんですけど、またすぐ戻ってしまうんですということで、おっしゃっていたんですが、まあ、実際にね、その方の首の痛みの原因を、見ていったんですが、その方はですね、原因がこちらにありました。こちらですね。じゃん。小円筋っていう筋肉と広背筋ですね。で、小円筋と広背筋どこにあるかというとですね。はい。実はこれは脇についている筋肉です。イメージですね。小円筋がですね、こんな感じです。はい。脇のここのあたりについている、こうね。肩甲骨とね、上腕骨で腕をつなぐね、小さいこう、たらこみたいなね、小さい筋肉。これが小円筋です。で、広背筋がですね、はい、こんな感じですね。はい。骨盤からですね、骨盤から、腕の前までビヨーンと伸びている非常に範囲が広い大きな、まあ、背中の筋肉ですね。はい。で、広背筋が硬くなりやすいのがですね、これもやっぱり小円筋と近いところで、この脇の部分なんですよ。このあたり。このあたりが硬くなってしまっていて、実はこういうね、首の痛みっていうのを引き起こしていました。はい。で、じゃあなんで、この脇、小円筋と広背筋っていうこの脇の筋肉が全くこうね、関係なさそうな首の痛みを引き起こしているかというとですね、実はこの小円筋と広背筋っていう筋肉はですね、筋肉の膜がですね、非常にこう首とつながっております。首のね、特に肩甲挙筋とかってね、言われる筋肉とかと、まあ、要は首にね、つながる、肩甲骨から首につながるような筋肉と、非常に筋肉の膜のつながりが深いんですよ。で、もしこういう脇の筋肉がこう硬くなってしまってるとですね、こう首を動かしたとき、こうね、首を動かしたときっていうのは、当然筋肉の膜もね、こういう形でね、動かした方にスライドするように動いてくれるんですけど、この脇、こういうところがガチッとこう固まってしまってるとですね、はい。動かした時にですね、膜がうまくこうスライドしてくれないんで、ここでガチッと止まっちゃうんですよ。はい。そうすると、動かしている時に首のこういうね、筋肉とか筋肉の膜が過剰にビーンとこう引っ張られてしまって、痛みが起きてるっていうことが、現象が起きていました。で、半年前からあったその痛みっていうのが、もう本当に小円筋と広背筋をね、パパッと治療しただけでもうほぼほぼ取れてしまったので、まあ、あとはね、その小円筋とか広背筋のケアをしていただいただけで、まあ、おそらくね、まあ、また次回お越しいただくんですが、おそらく痛みがまた出、もう出ない状態をキープできてるんじゃないかなと思います。はい。で、一応ね、小円筋とか広背筋、こういったね、脇の部分をどうやってケアするかというとですね、これ非常に簡単で、手を万歳したときに、まあ、この脇があります。で、脇のこの後ろ側、ここですね。親指が脇の一番深いところに入ってですね、この後ろがガシッと掴めるんですけど、ガシッと掴んでいただいたら手を下ろします。こんな感じですね。まあ、親指が脇の一番深いところ。で、他の指がこう後ろを掴んだ状態。で、ここをですね、ゴリゴリとこうやってね、手をぐにょぐにょぐにょっとね、こんな感じで、ぐにょぐにょっとこう、マッサージをしてあげます。はい。そうするとね、おそらく首の痛みが出てるような方っていうのはね、もうこの脇の筋肉おそらくかなり固まってしまってるので、本当にね、30秒から1分間ぐらいこうゴニョゴニョマッサージしてあげる。
それだけでですね、まずもうね、肩の軽さも違いますし、まあ、最初ね、ちょっと痛いと思うんですけど、30秒くらい間ぐらいこうマッサージしていただければ、まあね、その痛い感じも取れてくると思います。で、そこの小円筋と広背筋ね、今みたいな形でマッサージしていただければ、おそらくね、結構首の痛みがそこから来てる方って非常に多いので、まあ痛みを取れるかなと思いますので、ぜひね、首がこう動かした時に痛い方っていうのは、この小円筋とか広背筋っていう筋肉が原因になっている可能性が非常に高いので、今みたいなマッサージをしていただけるといいかなと思います。はい。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。